6月2日の宇野塾通信をお送りしています。偽情報の仕組みとその対策。今日2日目です。さらなる連携とデータへのアクセス向上が必要だ。釣り針の餌としての嘘という言葉。今日2日目ですね。偽情報は議論に賛否両論,論,論がある限り存在する。ラメセス2世は紀元前1274年の カデシュの戦いに勝利していない。なしかしファラオが勝利を記念して建てたモニュメントからはそんなことは想像もできないだろうイィリウス・カイサルが帰したガリア戦記は歴史的な物語であると同時に政治的なプロパガンダでもある活字の時代も同じだった1960、1640年代のイギリス内戦は報道統制が崩壊し軽蔑的で 架空の小冊子に対する懸念が高まったインターネットはこの問題をより悪化させた偽情報はソーシャルメディア上で低コストで配信できる偽情報については不明な点が多いしかし科学技術特集では偽情報がソーシャルメディアのアカウントやウェブサイトのネットワークを通じて拡散される複雑な方法を追跡する例えばロシアのゼレンスカヤさんに対するキャンペーンでは YouTube のビデオとして広まりアメリカのフェイクニュースサイトを経由し他のサイトやソーシャルメディアアカウントによって後押しされたその結果もっともらしい見せかけの偽割が生まれるということですねまあ今日2日目ですけれどもまあ各国かか,か,かっての歴史を見るとですね紀元前からその後ずっとですねそういうふうなあの歴史の事実が 何が本当か何が偽物かっていうことが錯綜した時代がずっと続いてきてるわけですね。でインターネットの時代にはさらにそれが低コストであの普及することができるのでさらに問題が拡散するということをここでは言っています。